ブラガンサ家の紋章ブラガンサ王朝は、1640年から1910年まで、ポルトガル王国を統治したポルトガル最後の王朝。ブラジル帝国の二人の皇帝も出している。ブラガンサ家は、アビス家の初代ジョアニ一世の諸子、アフォンソに始まる、アビス王朝を成立期から続く、アビス家の初流の文家である。アフォンソは、ジョアン一世の孫アフォンソ五世王の時代に、ブラガンサ公に助せられ、 以後その子孫により、行位が継承された。アフォンソは、イボテコインブラコーペドロを追い落とし、ポルトガル宮廷の実権を掌握したが、後に、ペドロの外孫である、ジョアン2世王がアフォンソの孫ブラガンサ公フェルナンド2世を反逆罪で処刑している。アビス家の処分家は、ブラガンサ家を含めて、しばしば同族間での通婚を重ねており、ジョアン2世の王妃レオノルデビゼウやその弟で、 王位を継いだ、マヌエル一世は、ブラガンサ公アフォンソーの彦であった。また、マヌエル一世の自主イザベルデ・ビゼウが、ブラガンサ公、フェルナンド二世と結婚している。第六代、ブラガンサ公、ジョアン一世は、マヌエル一世の孫カタリナと結婚していたが、カタリナの母イザベルデ・ブラガンサは、ジョアンの父テオドジオ一世の妹であった。カタリナはまた、叔父エンリケ一世の王位継承候補者の一人で、 あったが、同じく、マヌエル一世の孫である、スペイン王フェリペ二世が、エンリケ一世の死後に、リスボンを制圧し、1580年に、ポルトガル王位についた。フェリペ二世以後、続く、フェリペ三世、フェリペ四世と三代にわたりスペインハプスブルク家の王が、ポルトガル王を兼ねたが、ポルトガル人は、他国の王の支配を嫌い、1640年に、 スペインに対する反乱を起こして、独立を回復した。新国王には、ブラガンサ公ジョアン一世とカタリナの孫である第八代、ブラガンサ公ジョアン二世がジョアン四世として衰退され、ポルトガル王政復古戦争を経て、スペインからの独立を承認させた。そして以後、ポルトガル王位はジョアン四世の家系によって、継承されることになった。17世紀末以来ブラジルから大量の金が、 流入したため、ブラガンサ王朝の初期には、華やかなバーロック文化が花開いた。1750年に即位した、ジョゼ一世はポンバル公爵を登用して、啓蒙先生政治を行い、教会財産を没収、イエズス会も追放された。その一方で、経済的には、太平依存が深まり、太平輸入は輸出の2倍に達していた。1755年に起こった。 リスボン王自身も大きな打撃となった。ポンパルはこの状況を打開するため、イギリスから最新の機械を導入するなど、ポルトガルの初期的工業化も進めた。マリア一世は、ポンパルを追放して、政治犯800人を解放したが、経済的には、大英赤字の解消が達成された。しかし1789年に起きたフランス革命は、マリア一世を動揺させ、 精神崩壊へと至らせた。19世紀初頭はナポレオン戦争の時代であった。1806年に出された大陸封鎖令をポルトガルが1807年に拒否したことでナポレオン一世のフランス軍侵攻を受け重大な危機に立たされるのである。樹脳将軍率いるフランス軍のリスボ入城を目前にしてポルトガル宮廷は植民地ブラジルへの退避を決意する。当時大いにあった。 マリア一世は、高齢の上に精神に異常をきたしていたので、実質的には、大大使で摂政のドン・ジョアンが差配していた。1807年11月、宮廷は、目星財宝と1万5000人の貴族、役人、兵士を率いて乗船し、英国艦隊の護衛の下、ブラジルに向かった、ヨーロッパ市上空前の新大陸戦闘である。苦しい2ヶ月の航海の末、艦隊は、 翌年1月ブラジルのバイアに到着し、さらに3月にはリオデジャネイロに転じて、この地を首都とする。ブラガンサ王朝のリオ滞在は1821年まで13年に及んだ。1815年にはポルトガルとブラジルを同格の王国として、ポルトガル・ブラジル連合王国が成立した。1821年に宮廷は、 ディスボンに帰還するが、ブラジルは翌1822年に、ブラジル帝国として独立し、摂政として残留していた、ペドロ大使を皇帝ペドロ一世として擁立した。以後、ペドロ二世まで二代の皇帝が続いたが、1889年に、クーデターによって帝政が廃止された。ジョアン六世の没後、ポルトガル大継承をめぐって、ペドロ一世とミゲルの兄弟が争う。 ポルトガル内戦の後、マリア2世の下で、王室は権威を回復する。しかし19世紀後半の産業革命によって、台頭したブルジョアジーの間に、共和主義が台頭し、1910年10月5日、革命によって王政は打倒され、ポルトガル最後の国王,王となったマネル2世はイギリスへ亡命した。括弧内は、在位期間、ジョアン世以前の形図は、アビス王朝を参照。 判例、ありがとうございます。